書籍稲森和夫書く語りき、京セラで掲げたフィロソフィー、働き方、考え方、生き方、その心こそが人を生かす。リスペクト。動機前なりや失神なかりしかこの言葉をバカにしない。挑戦は大役に似たり、改善は非常に似たり。今日一日の積み重ねこそ人生、今の連続こそ人生。今日の成果は過去の努力の結果、未来はこれからの努力で決まる。神が手を差し伸べたくなるほど頑張れば兆しが見える。今の能力でできるできない判断してたら乗り越えられない無理困難。夢に寄ってればこそ実現させる情熱、湧いてくる情熱だけが時代を開く。全て心に描いた通りになる。瞬間瞬間を完全燃焼、その点の連続がつなげる未来。平凡なことやり続け胆力、自分の運命は自分で管理。近道選ばず一歩一歩、地道に一日を積み重ねてく。夢を現実に思い成就させるのはそういう非凡なる凡人。人生長丁場、好きでないと長続きしませんわ。不運なら運不運を忘れるほど目の前のことぼっとしてみろ。成し遂げたいのなら物事をあるがままに見て、自己犠牲さえも取っ払ってやっていけば越えられない壁などはない。目の前の可能性ちゃんと信じようぜ。それに対して心閉じてると本当の恵みを見極められない。人生とはドラマ、自分自身で脚本を書き主役を張る。どんなドラマかは自分次第、運命変えるのも自分次第。劣等感凝り固まんだ自分の欠点、素直に受け入れよう。克服する努力を決心しよう。そうすりゃ挫折感も味合わない。日を認める素直な心、最悪の場合さえ明るさ持ってよう。明日に希望を持つ努力しよう。昨日より今日よく生きよう。